杉並区の広報番組杉並スタイルです。区政の最新情報や杉並の魅力、そして楽しいイベントや区民の皆さんの笑顔など、杉並がもっともっと好きになる情報がぎゅーっと詰まった7分間、それが杉並スタイル。スマートフォンやタブレットパソコンの普及は私たちの暮らしに大きな変化をもたらしました。同じことが学校教育の現場で進んでいます。区内の学校でもタブレットパソコンや電子黒板といった ICT 機器を活用したより分かりやすく効果的な指導が導入されています。素晴らしいですよ、この公開授業ね。いやもう素晴らしい。それでは杉並スタイルスタートです。杉並スタイル。こんにちは、ママタルトです。今日はですね、杉並区立天沼小学校にやってきました。どうですか？はい、いや私はですね、塾講師をやっていました。なるほど。今日この天沼小学校で小1から小6まで授業をしに行きたいと思います。違いますね。え、今日授業しに行かないですね。ちょっと待ってくれよ。じゃあなんで俺ここにいるんだよ今。プログラミング的思考と情報モラル、今の教育を見に行くわけですね。なるほどね。まあ、伊達に塾講師やってなかったから、なるほど、多分プログラミングとか情報モラル教えられると思うんで、今日はこの天沼小学校のお子様たちを導いていきますよ。では早速教室にお邪魔してみましょう。6年生の教室では2020年度から小学校でも必修となるプログラミング的思考を育てる授業が行われていました。プログラミング教育は子どもたちの論理的に考える力を伸ばすことが目的です。ここでは小学生用に開発されたソフトウェアを使って暮らしに役立つロボットを作ろうという授業が行われていました。荷物を運んで下ろしてくれるというロボットです。ICT 教育の現状と未来について井出教育長にお聞きしました。この授業ちょっと初めて拝見したんですけど、ちょっと衝撃的すぎますね。でしょう。これからもっと変わりますよ。え、これはまだ始まったばかりなんですか？入り口ですね。ちょっと早く教えてくださいよ。それこれ入り口なんて。そうなんです。ちょっと e ラーニングって知ってますか？ e ラーニング、 e ラーニングなんですか？ e ラーニングっていうのね、オンデマンドで世界中に供給される学習教材なんです、はい、世界のどこにいても例えばハーバードの有名な教授の授業を自宅で受けることができるとか、はい、自分が作ったものを全国あるいは全世界に広めて僕はこう考えてますっていう主張もできる。もうそういう時代はこの辺まで来てる、でもね、学校はないと困るんですよ。だって子供がこんだけ集まったら楽しいでしょ。うちの中にいたら ね、 活気があって、ね、久々にこの活気を感じます。だからこういうところにみんなが集まってみんなと一緒に勉強するっていうのも大事。一人でやればいいと思う。じゃあこの瞬間にこちらは5年生の教室。安全で車や人がスムーズに通行できる信号をプログラミングしています。最初ちょっと黄色になって黄色から変わりますよっていうので点滅するんです。先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日この授業っていうのはどういった狙いというか何ですかね？本日は、前回自分たちでオリジナルの信号機を作ってきたんですけれども、交差点ということには取り組んでいなかったので2個の信号機を同時にプログラミングする。でそのどういうふうにプログラミングすれば交差点で事故がなくなるのか安全な交通になるのかというところを子どもたちに考えさせたかったなと思っています。はい、いいですね。交差点の信号は2つ使うからなんか同時になんか同じ色になったりとかそういうところを考えなきゃいけないから普通の信号よりは難しかったなと思いました。俺まだ26歳なんですけども
そう、その反応が合ってるよそう、その反応が合ってるよ26歳ね、そんな差はないと思ったけども、まさか学習面でこんな差がついてると思わなかったな。先生、信号作れないよ。先生じゃねえか将来的にやっぱもう信号作りたいなっていう人はどんだけいるのかなさあ、5年生の別の教室を覗いてみましょう。ここではこの日の公開授業のもう一つの柱、情報モラルに関する授業が行われていました。 SNS を利用する際に気をつけること、そしてトラブルに巻き込まれた時の対処について学びます。バレたらレギュラー外される。多分見てて分かったと思うけど、はい、先生がああしなさい、こうしなさいっていう場面があんまりない。そうです、そうでした、はい、ね、子どもたちが自分たちで考えてああしよう、こうしよう、ここが大事。新しい学習指導要領ができたんだけど、そこで一番言ってることは主体的で、つまり自分が自身が共同的で、はい、みんなと一緒に深く考える、深い学び、とことん突き詰めていきましょう、そういう方向性を打ち出したんです。今日は見て分かった？分かりました、はい、伝わりました。そうです、これも必要ですよ、自分から学ぶ姿勢。そうです、これはもう重要なことですからね。子どもたちが身近な問題について考え解決するための力を養う ICT はそのための重要なツールとなっているようです。より実りある授業を追求し子どもたちの可能性を伸ばす、それが杉並スタイル。それでは次回もお楽しみに。